の質問に行きたいと思います。次には最近覚えた日本語を教えてください。최근에외우신일본어는무엇까요저는요즘봄이다보니까그꽃들이많이피잖아요그래서꽃들의이름을몇가지배웠는데그히마와리해바라기배웠고그리고사쿠라벚꽃그리고그꽃구경을하고싶어서오하나미를하고싶습니다春なので、お花がいっぱい咲きますよね。花の名前を覚えました。例えばひまわり、桜、あとは、お花見をしたいので、お花見です。はい、ありがとうございます。では、すみません、お時間の関係で最後の質問とさせていただきます。最後の質問は、日本でやってみたいことは何ですか？日本で해보고싶으신건뭘까요너무많은데저희는이제일본단체로몇번오긴했지만정말예쁜날인것같아서그냥그길거리에산책하고다녀보고싶은것같아요はい、たくさんあるのですが、まずはちょっと道を歩いて散歩をしたいです。はい、それでは以上をもちまして代表質問終了とさせていただきます。あ、그러면이제대표질문도마저하겠습니다。여러분、감사합니다。감사합니다。ありがとうございました。